さて、本日もやっていきましょう。モンスターファーム。今、これを、画面を撮ろうとする際に この場面に出ていたら、ホリーの顔に カーソルが合いました。要するに顔判別システムってやつですね。それを見て、まあ、ホリーが、ホリーの顔キャラ、顔はちゃんと認識されてるっていうのがよくわかりました。で、前回覚えてる技の命中率が全て A でしたので、再生したその時に公式戦でしたので出してみたら、再生したその日にランクアップしたというすごいことをやってのけました。最初からこの成長率って結構いいな、ビギナーズハイ。ああ、ちぎれちゃった。こりゃこいつのせいじゃなくって、引きずっているやつのが弱かっただけじゃねえかと。くる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 運ぶだけなら最強だもん。来週だな。結構ストレスって厄介だからな。さて、誕生したその日に E ランクから D ランクにランクアップした V ゴールは、その勢いで D ランクもクリアできるかな。命中率 A でも60。おーい。基本的にな、力がまだ全然出来上がってないかな。まあとにかく今までと同じ。1万超えたり C ランクに上がったのも修行の方メインである。上げていた方が絶対に効率的にはいいので、そっちを。ただもちろんまずはヒットポイントと力をメインに上げないと。丈夫さかなりいいが、その分力とライフがものすごい見劣りすんだよな。
くそ、ダメか。3連続で食らった挙句 KO 食らった。がゴーレムに対しては一発に そうクリアできねえか。技が力タイプなのに対して本当に変わんねえかな。どうすかな。結局さっき負けたのと全然変わってないんだよな。丈夫さ、今回は見送ろう。まあこうやって戦わせないとストレスにより小屋破壊される恐れあるからな。56%で当たる方も当たる方だな。73%で外す方も外す方だし、
で当たることもあれば73を外すこともあるし。さすがに99を外したの見たことねえな。尻尾連続によりやられたからな。今度KO 返ししてやったぞ。今99じゃなかった相手。最後に全勝されたらな優勝できんわ。ちぎるなよ。ナイフはそもそも上がりにくいのかこいつは。どっちだ、必殺技かアイテムの方だった。しかなんと今この2つが今の時点で134というか上がり方が大上がりとはいえ、さあ終了だな。さすがに ライフと命中だな。ライフか命中出せれるようなレベルじゃない。命中、
一発修行を出してみるか。どうも、またいつも領域になってますんで。では、修行地の方を選んでください。はい。力がなかった。力なきゃ無理してあげる必要もねえ。と思ったけど、やっぱ命中あげとくか。ほらぶっ倒れんな。落ちるのは大丈夫なのかな。ちょっと今回は2回やる失敗してくれたからね。全集だったか。さてどう通りにすっかな。回避を上げておくか。バイアシン。ヒットポイント力が上がるけれども、その分防御力が下がるんだっけか。2000円で買えることは買えるけどな。さーて修行2回の成果といってもヒットポイントと命中だからな。あるのかないのかよくわからん。とりあえず20食らってもまだこっちの方が1ポイントは上だ。割合的にもね。さーてグラニートとミシェル両方ともに KO 負けを食らったことのある対戦相手だ。
出てる。さて問題は次だ。おグラニーとか負けてくれた。もうこれでもしもう一回こいつに負けたとしても、チャンスはある。うまい。ただヒットポイントの差は激しいわな。ヒットポイントじゃねえ、力の差は激しいわな。当たらないことを祈るだけだけれども、26だからな相手も。4% 一発がない分手数で勝負するしかない。公式戦以来久々の優勝。じゃあとりあえずさっきもらったバイアシンを命中かさがあるのは、42と40。全部ダメやん。とりあえずさっき優勝できたから一回やってみますか。結局はな、短期間で強いモンスター作るにはやっぱり今の分じゃダメなんだよな。トロカチンを大会でどうにかしてゲットしまくって、それを次のモンスターに使わせるっていう風なのがおそらく一番手っ取り早く強くできる方法だと思うんですけれども、20クラスなら
力が180。さすがに前回の大会で KO 負けされたらそうなるか。うん、さーて次の試合に勝てるかどうか、アルヴィンド。クリティカルになっても8だもんな。70%。いや、自分の勝数だけ見て他のメンバーの勝ち数見てなかったけど。さてグラニーともう一回勝負。あれ、さっきなんかホリー違う言葉言ってなかった？さあでもグラニード、とにかくゴーレム系は当たらないことを祈るだけなんだよな。
ダメか。ダビスタメモリアルカップ。よし。さあ、でもう一回グラニートに勝負する前にモペトが来た。この最後でどうなった？うわ、向こうの相談マールの方が多かった。グラニートに勝ってもう一回優勝決定戦に望みをつなぐしかねえか。クリティカル発動しても10以下だもんな。かといって、ああもう勝てない、絶対勝てない。さっきの食らわなければこれで、うん。
結局最初の技の命中に助けられたってだけか。そっから先が力不足がもう顕著になった。これで力のレベルが上がって少しは攻撃力が上がるといいけど。次の大会はちょうどこの日か。じゃあとりあえずここで今日は終わらせておきたいと思います。まあ最初の技の命中率に助けられたっていうんだな。本当にひねりアタックも回転アタックも全然変わらねえ。むしろひねりアタックの方がガッツが少ない分こっちが使い勝手がいいかもってな感じになってるが、今の状態で次の C に上がったところですぐに負けるのは分かってますからね。これだけしか技がねえと来てるんだから。んじゃそれではこれで失礼したいと思います。